納豆と味噌汁。よいしょ。あ、オーナメントどうも。納豆と味噌汁です。心臓ツボ。よいしょ。ああ、なんだこれ。顔出すか。大丈夫かな。風呂入ってないけど。今日風呂入ってないっすよね。大丈夫かな。まあ、暗かったらあんま目立たないか。あ、風船どうも。じゃあいただきたいと思います。BGM 消します。熱っ。あっか、あっか。卵かよ。一杯目完食です。熱い。二杯目。あ、ハーフゴム。透けてきてる。そうかな。どうなんすかね。まあ、俺一応35だからね。なんかさ、35と自分が20歳ぐらいの頃ってやっぱ違うかな。嵐のメンバーが俺よりちょっと上ぐらいなんですよ。
嵐見て老けてるなって思うだって。嵐がちょうど俺より上ぐらい。うん。嵐の全メンバーで俺若いからね。大野くんが一番上じゃん。大野くんって V6 の岡田と同じだからね。大野くんって嵐の大野くんって V6 の岡田准一とタメだからね。いや、ニノじゃなかった気がするな、一番わかんない。誰だっけな、うん、完食。完食。中澤優子はもう50くらいだね。なんであれやれこれやれってお前がやればいいだろ。人にねあれやれこれ言うやめ、自分がやってみろよじゃん。うん。俺の人生だ、ほっとけよマジで。は、お前のことを何だよな。違う、お前がやってみればいいじゃん。で、YouTube になんか転載するのか何だか知らないけど。うん。君がやればいいじゃん。YouTuber でも何でも。別に、お前に言われて俺やると思うなって、うん。俺の人生だからほっといてくれよ。俺は稼げてるから全然問題ない。あ、そうなんや。あのね、俺は稼げてる。でもあなたは僕に全然投げ銭なんかしないじゃないですか。うん、別に俺興味ないのよ、あなたに。あなたがいくら稼いでようが、まあ、本当に稼いでるか知らないけど、仮に稼いでようが、あなたってどんだけお金を持っても、イコール俺、あなたの言ってることがね、本当にあなたがものすごいお金を稼いでる人だとするじゃん。そんだけお金を稼いでも俺に課金しないってことは、もう全く俺はね、興味ないのよ、あなたに。なんてさ、あなたがいくらお金持ったって、俺にはお金投げない人だから、そういう感覚持ってる人だから、そんな人が課金するなんてことは、まあないのよ、基本的に。全くね、俺興味ないのよ、あなたに。興味ないっていうか、いてもいなくてもどっちでもいいんだよ。興味がないというより、うん、やっぱ課金してくれる人はねありがたいっすよ本当に、うん、俺が別に今求めてるのは別にね、お金持ちじゃないんですよ。いや、もちろんお金持ちで俺に課金してくれる人がいたらそれはもちろん一番嬉しいけど、どんなお金持ちでも俺に課金してくれない人よりも
別に普通のサラリーマンでも何でもいいから、とにかくもう少しでも俺に課金してくれる人、そっちの方がまあ当たり前だけど嬉しいよね。だって俺の収入になるんだから。うん。そう、いくら金持っててもね、結局全く投げてくれないんだったら、別にそんなやついてもいなくてもどっちでもいいんだよね。別にいらないっすよ、ね。うん。そんなやつにああだこうだ言われて、あれやれこれやれって言われてもまあ響かないっすよ、ね、心に。どうでもいいやつにどうでもいいこと言われても響かないよ、うん。ふんふんふん、はあ、うん、ほんとね、マジで、うん、なんか無料でずっといつも見てて、ああだこうだ言うのもね、いやーもう今の俺からしたらうざいわ、うん、うざいんだよ君、もう言わしてもらうけど。俺がね、俺昔の俺だったら君みたいなのもありがたかったね。うん。わかります？昔の俺は別にね、配信でお金を稼ぐとかっていうんじゃなく、なんか自分が配信したことによって人が集まってきてくれたことがもう嬉しかった。かまってもらえること。それが仮に悪口だとしても。うん。どんな悪口だろうが、人が集まって悪口でも何でも、俺に対する反応をしてくれる人が面白かったの。それがいればいるほど面白かった。っていう感覚を持ってた。でも今の俺ってもう違うのよ。もう感覚変わったから。うん。今はもうとにかく生配信面白いと思ってやってないし、ただお金稼がないとって思ってやってるだけだから。そう。だからもう別になんていうの。いくら稼いでようが、1円も課金してくれない人なんかどうでもいいんだよね。うん、でそんなやつにああだこうだ言われても、いやいやいや、お前なんだかんださね、あのどんな気持ちであなたが見てるか知らないけど、ずっと俺の配信を見て、俺はあのお金のために今あのふわっちょやってるわけで、でお金のため以外の何でもないのよ、もう本当にふわっちって今で、それでその課金サイトなのに、なんかずっといつも俺の配信を見てるのに1円も課金しないでああだこうだ言うお前なんか、全く俺ね、お前いてもいなくてもどうでもいいねん。そんな奴にああだこうだ言われてもどうでもいいじゃん、俺。な、マジで、うん。毎日ぐちぐち言ってんだよ、負け犬が。だったらそんな負け犬の配信見んなよ、お前がや。なあ。な、負け犬の配信見てんのは誰だ、てめえだろうか、この野郎。え？違うのか、ゴミが。お前は勝ち組なのに負け入れの配信毎日毎日見てなんか楽しいのそれ。お前の人生なんか楽しいのそれ。うん。何のためにやってんのお前。なんか得すんのお前。お前趣味なの。うん。お前が勝ち組だから負け犬の配信を見るのがお前趣味なの。うん。え？言ってみろゴミが。うん。お前勝ち組なんだろ、お前稼いでんだろな。なのになんでお前は負け組の配信を見てんだ、お前ちょくちょく来るけどよ。うん。なんで見てんだよ、じゃあ。お前言ってみろよ。ああ。お前がなんで俺の配信見てるか言ってみろ、じゃあ。理由を言ってみろ。うん。アンチオールブロックしてるから久々だな、こんな感じで言ったの。アンチをブロックしてない時なんか毎日のようにこんなやりとりあったのにな。8時か。8時やで、皆さんも。
終わるかも。終わるか。こんばんは。終わるかな。じゃあ終わろう。お疲れ様でした。